皆様、年末の大掃除はしてらっしゃいますか？最近私は実はしてないんですね、大掃除何年か前からですね、大掃除は早めに少しずつと考えるようになって、そのうち、いや年末だけじゃなくて一年中少しずつやる方がいいんじゃないかと買い替えるようになりました。そうするとですね、大掃除っていうイベントはなくなってしまったんですね。まあ、そうすると普通のお掃除をするだけに今なってしまってるんですね。時々やっぱり大掃除した方がいいかなとも思うんですけれども、忙しいことを理由にまだやってませんごめんなさいまあ、こまめに気になるところを掃除するように気をつけようと思ってます。私の実家のある神戸の教会ではですね、毎年12月の最後の週に大掃除のメッセージをしていました。私は年末からお正月にかけて神戸に帰るので、12月の最後の週にはその教会の礼拝に出席するんですね。なので毎回同じメッセージを聞くことになるんです。そのメッセージは、家の中を大掃除するように心の中も大掃除をして新しい年を迎えましょうということでした。もし心の中に許せないこと、または許せない人があったり、また心配なことや不安なこと、そういうものがあるんだったら掃除しましょう、もう許しましょうと。それから心配なことは神様に任せましょう、神様を信じて平安を受けましょうと毎年、語ってくれたんですね。毎年聞いていたのでね、この言葉は私の心にすっかりとしっかり残っていてですね、年末になると思い出すんですね。まあ、このメッセージを語ってくれた先生はもう亡くなられて天国にいるんですけれども、このメッセージは神様から来ているものなので、私の心の中にいつまでも響いています。神様の言葉っていうのは、時代が変わっても環境が変わっても、まあ、年をとってね、私自身が変わったとしても変わることなく人を支えてくれるんですね。今年も心の中を探って、自分の中にある暗い思いとか苦い思いとか怒りとか憎しみ、落胆、心配を大掃除していきたいと思っています。この大掃除は自分の力ではできません。神様の助けを受けてするんですね。聖霊っていう私たちの心の中に来てくれる神様が助けてくれるんです。心の中がすっきり明るくなりますように。そう考えるとですね、まあ、心の中のお掃除も年末だけじゃなくてこまめにやった方が毎日気持ちいいような気がします。バイブルには、何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと書かれてあるんですね。いつの間にか嫌なことを考えたり暗い気持ちになっていることがあります。心の中をしっかりと見守って、命の泉を詰まらせてしまわないようにお掃除をしていきたいと思います。